布端の寸法は合わないので、今回はカーブの違うものを待ち針で留める方法を説明しようと思います。これは、まあ、ブラウスの身頃とお袖という設定でやっていこうと思います。カーブが違うので、待ち針もとても留めにくいですね。ちょっと留めていこうと思います。まず合印を合わせます。縫い代が1センチの時には1センチのところに針を刺して5ミリ程度刺して出します。これは直角がいいですね。そして次の待ち針、これは布端で合わせるとこう今も3ミリぐらい変わってくるんですけど、布端の寸法は合わないので、出来上がりの1センチ合い印を合わせて、出来上がり線同士を合わせる意味で、縫い代が1センチの時には1センチでに針を刺しておきます。でこの端は合わせるとこう袖の方が浮いてくるんですけど、浮いてて OK です。あくまでもこの出来上がり1センチのところで打ちます。これが 1.5 センチの縫い代の時には 1.5 センチに針を刺します。この位置がずれてはいけないということですね。こんな感じです。これでちょっと全体的に打っていこうと思います。外側は浮いてるんですけど、1センチ内側では寸法が合ってきます。これは伊勢のない袖なので周長がちょうどなんですけど、もしまあ伊勢が入ってたらちょっとぐし縫いをして合わせたりするといいです。カーブの違うものを縫うとき、まあ、例えばお袖とか襟なんかなんですけども、ただ合い印を合わせるというと外のり布の裁ち端を合わせてしまいがちなんですけど、そうすると出来上がりの寸法は合ってこなくなるので、ここが周長のちょっと合いにくいところで、教室をしていると生徒さんもよく寸法が合わないですって言って、待ち針刺しても合わない合わないっていうことがよくあるんですけど、それはもう布の端で合わせてると周長が多い時には1センチぐらい変わってきたりするものもあったりするんですけど、布の端ではなく出来上がりで合わせるとぴったりと寸法は合ってくるので、出来上がりを意識して待ち針を打つようにしてください。で打ち方なんですけど、右利きの方は右側から、左利きの方は左側から打ってください。理由はミシンをこう縫っていくんですけど、縫うときに右側から打ったものは右から取りやすい、ピッ取りやすいということがあるので、右から打ってください。左利きの方は左から1センチにまず針を入れて、こんな感じで直角に打ってもらうと左利きの方は左で取りやすいです。
こんな風に待ち針を打ちました。ちょっと待ち針の本数が多いんですけど、初心者の方だとなかなか合印を合わせながら何もなく縫うっていうのは難しいので、まあ、このぐらいあった方が縫いやすいかなと思います。これで、慣れてくるとだんだん針の数が少なくなってきます。ただ縫う時にはこの端を見るのではなく1センチの出来上がりの位置が合うようにというのを意識しながら縫うといいと思います。縫っていこうと思います。まず1センチの縫い代だったので、これはステッチ定規がついているのでステッチ定規を1センチの位置に合わせます。ない方は磁石をここに1センチの位置に置いたりマスキングテープを貼ったりとかして目印を作っておくといいですね。外しながら縫っていきます。端の浮いた部分は目打ちとかで送りながら縫うと縫いやすいです。これで1センチ幅で縫えました。これで合印もぴったりと合って1センチ幅で綺麗に縫えました。皆さんもやってみてください。